皆さんこんにちは、エルザです。クラフトピア、シームレス版続きやっていきたいと思います。さて、やっていきたいんですけどね、ちょっとね、いろいろと、あります。まず、そうだね、今回の目的の話からいきたいんですけど、今回の目的は、ここの草原マップで、探索というか、草原マップで、時代進化用のアイテムを集めるをやっていきたいと思います。多分結構歩きながらガンガン探す感じになるかな。でね、どういったアイテムかっていうのが前回ポンと出してたんですけど、まあ、宝石系と草と、あと2種類ね、なんか特殊なのがあったんだよね。まあ多分、大体同じような傾向になるけど、アレキサンドライトっていうのと、計画器と、これだね、破片を探しに行こうかなと思います。まあ、それ中心だね。あとは、ファストトラベルに関してなんですけど、ちょっとね、あまりにも移動が大変。例えば、こっち行ってて、こっち行けないみたいな、なんか戻らないといけないとか、その、戻るときは大変だったので、追加してます。で、どういったのを追加したかとかいろいろ出てくるんですけども、マップ開いて押すと飛べます。どこでも。いうふうに開放してるので、ちょっとね、このあたりをやっていきたいなというところです。まずは、普通にファストトラベル、やっちゃいましょうか。すごいシュピシュピって言ったけど。わー、やっぱね、移動時間がすごかったね。うん、どんくらいすごいかって言ったら、多分動画で30分くらいになってると思うんだけど、元の動画3、4時間経ってる。なかなかですよ。それをね、ちょっとね、毎回やってると、大変なので。まあ、今回はね、端折ってやっていきたいなと。まず、ここの、あれなんだよな、鉱石がドロップしたかどうかなんだよな。あとね、素材もね、なるべくこういうのも取りながら。まあ、ボスは復活したりしてるからね。とりあえずアイテムがゲットしたいだけだから。落ちてるかな。あ、落ちてる、起きてる。痛い。そうね。明らかな攻撃範囲外から当てるのはやめて。痛いよね。ほんと痛い。いや、だからね、遠くからしばくのよ。だから遠くからしばくね。まず破片ゲット。おお、ステーキできてる。いいよね、ここほんといいよね。あ、狼がそこいたんだね、ずーっとね。で、次、木。ん？オローブ発見？どこ？あー、その中。あるね。はい、ゾローブ。あとは行ってないところで言うと多分この辺りだね。なんでこっち側目指そうか。下だね。こっちは多分新しいとこだしね。よし、とりあえず寝よう。とりあえず石というか、なんか目ん玉みたいなやつが手に入ったからね。これだね。あと2つ。木を見つけたい。木と、なんかだったね。木と何か。
すぐ忘れるからな、まあ、そこで見れるんやけどね。あ、でもこれ塔完成させないと見れないんだよな。銀のインゴットいるからな。お、マグマだ。あれ、意外とここの木でいけるんじゃない？あー、すごい。ファイヤーゴブリン。一撃。お。エレメンタル出すと。これじゃない？あ、原木なんだ。でもなんか特殊な色をしてそうだよね、木はね。あ、ヘルペッパーだ。へえ。マジでこんなところで出るの、ヘルペッパー。確かに溶岩だけど、あ、なんかその木怪しいね。いや、このヘルペッパーね、前回旧世界ゲットするの大変で、大変だったのよ。だから意外、ちょっとあんな簡単にゲットできるのちょっと意外。ちょっと待ってね。でもな、多分この木周辺だと思うんだよな、ゲットできるの。めっちゃハーブ出た。舐めてるな。舐めてるな。でも素材は出ないと。鉄か。いやー、パッと見なー。あ、原木だ。これは？うわ、原木かー。一緒なんか。それで言うとさ、あの毒、あれ毒？いや、あれ違うわ。あれだったわ。あのシステム上の問題だったわ。あ。なぜ頭をこっちに向ける？バッファロー。いてぃ。いてぃ。いたん。いたん。おい。痛かったな、今の。うい、ゲット。いたー。何なんだ。お、ほい。1、2、あ、怖いね。あと一発だけど。ほい。ほい。どうだ、ゲットできるか。バッファルゲット、イエーイ。バッファローも肉として使えるだろうからね。なんか譲ってくれとか言われそうな気がしない、バッファロー。なんかそんな気がするよね。
これ鉄か。原木なぁ。今までがなんかやっぱ見つけやすすぎたような気がするな、探索でね。あれ結構やってるけど出ないな、意外とね。音が消えたね。多分あれだろうな、既存のやつにも反応するからね。あ、これ怪しい、これ怪しいね。あー来たー、よしよしよし、これだ、これが20本いるんだよね。あった、結構たところにあるんだね。上を見ながらだと、あーはいはいはい、下もない。あー通りで下の木あるところじゃなかったんだね。ちょっと高めの場所にあるもんね。さあ、ダイナマイト斧。薪割り!よし!薪割りがマジで。ダイナマイト薪割りでいけるのかな?いやー強。もう君たち素材ね、大していいの落とさないからな。ダイナマイト巻き割り、ほい、オッケー。これで、あと1個だ。欲しいな。でもさ、この特殊素材に関してはさ、こういう時以外使わないんだよね。多分それ専用アイテムなんだろうね。ちょっと説明文も見てみようか。やったね。そうだね。基本自然素材って書いてあるけど、なんかのタイミングで素材に変えれるのかもしれないね。でも、それだったらさ、アイアンウッドは、ね、鉄にしてほしいとかあるよね。さあ、残るは一つ、鉱石系。アレクサンドライトだったっけ?銀は欲しいんだよな。どういったところにあるかがね、あまり見当つかないんだよな。なんとなくね、こっち行ってないからこっちぐらいの感じでやってるけどさ、マップ行きまくってやっと見つかるみたいな感じだからね。結構ラッキーだったな、さっきのは。ありそうでなかった。そうだね、ここら辺かな。前回のやつはね、なんかね、挟まれてるっていうかね、鉱石が多そうなところにあったのよ。まあ色的にも目立ちやすいだろうなと思ってるから、すぐ見つかると思うんだけどね。一体どこにあるんやろうね。なんかあそこ不思議なのがあるね。行かれるドラゴン50。
あ、でも2000円であれくらいしか減らないんだ。考えるとちょっとえぐいね。いたーん。はい、無理。しかもお金がね、すごい勢いで飛んでく。やめー。戦わない方が無難だね、やっぱね、ああいうのはね。お。はい、終わり。アイテム回収して抜けていこう。いやーマジでわかんねえなー。あ、めっちゃ近くあるじゃん。逃げろー。ほいほい。チュー。危ねえ。一発200だからね。この距離から狙ってくるか。それドラゴンに当たってダメージ判定とか出ないかな。あ、切ったー。2万。2万。あ、ギガンテスの大弓だって。どうせ弱いんだろうな。あー、やっと見つかった。そして持ち物がいっぱい。200だって。あー、レベルが高ければ、ランク高ければっていう感じだね。で、ここだ問題は。やっと見つけたねー。あとはファストトラベルして戻れば OK だね。でも7個か。ほんと出ないんだね。あったあったあった。普通にあったね。よし、オッケー。あ、いや、30何ぼって書いてあるね。おぶね、画面止まった。自動セーブ入って46。よし、揃った。じゃあ、そうだね。こっち側飛ぼう。あ、いや、あれだ。結局、あれだ。塔立てないといけなくなるから、こっちじゃないね。もう一回ワープだ。あ、いや、釣りたち報告しよっか。
緑物なんだ。へえ。紫物討伐完了。おお。ああ、それいるんだ。コンボがいるんだね。はい、どうぞ。まあ、ぐらいかな。よし、じゃあ、行きますか。これで、久しぶりの時代進化ができるんじゃないかな。はい、戻ってきました。あ、久しぶりの時代進化っすね。本当あれだね、大変。なかなか素材集まんないから。で、今回のパイプラインとか、いろいろできるの。改良型作業台か。なんだ、超合金さっき手に入れたからね。じゃあ、進化させましょう。ちょっと待って。ライフル500だって。ちょっと待ってね。金で、あー、350なんだ。金の弓でも300なんだ。あー。面白いね。さあ、久しぶりの時代進化。うわ。待って。次、火の核心になるんだもん。うわ、すごいな。もう火の核心になるんだね。ってことは、今多分行ってるところの、ね、初頭のモルガナイトとかさ、渓谷のとか、これ多分2箇所ぐらい回るんだろうな。あ、でもちょっと終わり見えてきたね。なんかこの、こうっていうかボーダーラインっていうかさ。ちなみにいらないものは売りましょう。ゴブリンのコンボを3本って言ったけど、これ2じゃダメっぽかったよね。あの2じゃダメは3だったもんな。3ってか1か。1を求められてたもんね。これで一旦 OK かな。錬成は金ができるけどだね。で、作って、あ、持ち物いっぱいなんだ。はい、おはよう。ちょっとね、アイテムの整理とかしてたら暗くなったんで、一旦昼間にしました。で、そうだね。作れるもの増えたよねっていうのは確かにあるんだけど、あったあった。多分ね、金のインゴットを作らないと、なんか作業台の進化というか、新しいやつ、この自動調理器とか、自動炉とかあるんだけど、こういうのがね、ちょっとね、自動熟成とか、自動系がね、結構金を使う。この自動を使うんだったらみたいだね。あ、銀行いいね。なんかちょっとね、やらないといけないね、これは。ちょっと本当次回は考えもんだね、やること。あ、そうだ、金作ろう。いやー、とうとうだなー。次回、あれだね、拠点の場所探しとかもするのありかもね。この辺り面白そうみたいな、良さそうとかさ。あれ？金がない。この辺り、探索向いてるんじゃないかとかさ。あ、だいたい後半ね、いい素材をとかなってくると。マシなんだけどね。でも、多分ね、町整えるために金が今これで12個しか作れないでしょ。いい作業台分しかならないから、多分金鉱石集めとかそんなあたりからかな。あ、樽って保存できるんだ。これ知らなかった。ちなみに、超合金はどんな感じですか、容量は。
おお、4つ。え、これで作業台はどうかな。あ、ちょっと待って、そんなんいろいろ見よっか。木の釣り竿とできたグラスファイバーの竿、ピン。ああ、でも180とかのね。やっぱミスリルはだいぶいい方だったんだな。で、冷蔵庫。なかなかだね。じゃあ、作りましょう。10個消費してね。集めててよかったね。で、この作業台をもとに、どう変わるかだよ。いや、特に中に変わんないか。あれかな、作業効率が上がるとかそっち系かな。そんな気がするね。これ増えましたはないもんな。なんかそんな気がする。やっぱり性能が上がった感じだろうな。ということはこれ一回手持ちにしといて、そうだね、ちょっと次回お引越しやってこっか。お引越しありだな。なんだかんだね、お堀のコンボ集めたりとか、なんか結構ね、やることね、大変なのよね。ミッションとかも、あ、すごい。クリアしてるからか。他、なんかね、報告可能なやつとか、ありますけど、ブリッジ封鎖できませんって。レインボーブリッジじゃねえか。やべえな、結構これ作ってる人、いろんなネタ入れてんだな。ちょっとなんか面白かった。地電一線とかなんかかっこいい名前のやつある。あ、滑るじゃん。中華三昧とか。ああ、でも、なんかね、そろそろ魔法行きたいよねっていうのもある。まあまあ、希望としてだけどね。ああ、これ、あれなんだ。設計図は。これ特定の場所からドロップってなかなかしんどいね。うわ、ヘリとかもあるけど。特定の場所からって書き方してる。うわー、やらしいな。ジェットパックとかあるね。あ、この辺りもなんか見つけると面白そうだね。札束。うわー、すげえ。何抽出器。うわ、これ欲しいんだよな。あと、スプリンクラーがあればっていうとこだね。見た目変更アイテムとかなんかいろいろありますが。まあ今回はここまでにしよっかな。ほんとちょっとね、終わりちょっと見えてきたね。拠点作りだろうな、一番は。まあ大体決めてるけどね。ただな、ここら辺がいいっちゃいいんやけどね、家ね。いいんだけど、あいついるからさ。巨人いるからね。この上とかもどうなってるのか気になるしね。ここら辺もちょっと僕も探索したい気持ちもあるし、悩みどこでもね、悩みどこ。よし、じゃあ今回ここまでにしましょう。ということで皆さんご視聴の方ありがとうございました。まあ、他にもね、いろんなゲームの投稿とか解説やってますので、よければチャンネル登録高評価お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。